声ありということで、うわ、聞いてる。荒船山に来てます、ここはですね、荒船山の内山峠ですね。登山道、登山口に来てます。ここから、ですね、陣とも岩を通って、これですね、これが荒船山。なので、まあ、ここまで行って、ピストンで帰ろうかなということですが、これにね、氷瀑があったんで、ここから登ろうかなと思ったんですけど、ちょっと駐車場が狭そうなんで、ここはね、駐車場広いんで、ここに停めて、行くという形で、今日は行ってきたいと思います。時間が1時間半の2時間、まあ、4時間、往復4時間ぐらいですかね。ね、ぬくっと整ってます、ね、早速ね、道はね、こんな感じで、雪が乗ってますね。今日ね、いつも最近はずっと雪山のところで来てるんですけど、今日はちょっと油断して普通の冬みたいな格好で来てます。まあ、足元はね、ちょっと危ないんでチェーンスパイクを装着して歩いてるというところですね。さあね、果たしてどんな感じでなるんでしょうかね。黒岩っていうのはすごい有名で、この山は、なんかもう、船の軍艦みたいな形をしている岩ということで、登ってくる時もね、車で走ってる時も見えたんですけど、そんな感じで、多分そこの上に乗れるのかなっていう。感じですね。結構ね、気になってるらしいんで、まあ、そのあたりはちょっとギリギリまで迫れるかどうか、まあ、ちょっと自信はないんですけど、まあね、全然内地で言いますんで、よろしくお願いします。もういきなり凍ってますね、もうね。ぐらい止められる。結構まあ山奥にしては止めやすい感じの駐車場だったんですけど、私入れて3台ですね。3台目、まあ、今時間がね、7時過ぎかっていうところだったんで、7時にはなってないぐらいかなので、まあそんなもんなのかもしれないですけど、いいよかなっていう感じですね。なんかね、今日はね、気温が10度ぐらいまで上がりますって予報で、朝もなんか6、7度ありますよっていう予想だったんで、軽装できちゃったんですけど、普通に寒いですね。それは雪も溶けていればみたいな、どっちを信じたらいいんですかね、そういう時ね。感じで、以前暖かい格好して登ったら山頂行く前に汗だくになって大変なことになったっていう経験もあるんで、軽装で、ね、行くのか、まあ安全のためにはね、ちゃんとした格好で行った方がいいんでしょうけど、これは難しいところですよね。皆さんはね、どういう風にされてるのかなっていう、まあね、もし機会があれば教えていただきたいですね。じゃあちょっとどんどん登っていきたいと思います。こんな感じですね。ちょっとこう狭めの道をに氷が乗っててみたいな、登ったと思ったら降りてっていう、なんですかね、ちっちゃな山をこう何度も越えてるような感じの登山道ですね。結構ね、登山口で 1000m、 標高 1000m って山頂 1400m ぐらいだったんで、
流標高差は 400m ぐらいなんですけど、思った以上にね、ただアップダウンがあるんで、最終的には思います。登り方はありますね。落ちたら死ぬみたいなね。段階、特に外側ですね。内側はね、ちょっとまあこう V 字みたいになってるんですけど、外側は奈落。まあ時間差して落ちるときも内側に落ちるようにしないと。頑張って、もう落ちたくないですけど。して30分ぐらいですね。順調に来たんですけど、スタート地点からだいたい半分ですね。意地がついちゃうんじゃないかな。まあでもここからきつくなると思うんで、もうちょっとかかると思うんですけど、1時間多分そこそこで着くかなっていう感じですね。 3.3 キロのうちの半分すごい特徴的な形してますね。あれよ、なんかあるんだと思うんですけど、ちょっと後でわかると思うんで、答え合わせは後でというか、大体ね、全然関係ないとこ行くっていうのが、まあね、あるあるなんですけど、あれ、あの岩が有名な、あれじゃないみたいな、行ってみたら全然違うみたいな、ありますよね。偽なんとかみたいな、結構よくありますからね。牧畑山の手前に偽牧畑山があったり、金庫岩の手前に偽金庫岩があったりとか、いろいろありますね。まあ、多分スタートして40分ぐらい来たところかなですね。来たね、岩が急に現れましたね。多分ね、ここくるって回って登っていくのかなと思います。でね、登った先は多分トモイワの展望台なんじゃないかな、位置的にはっていう感じで、そんなね、距離はないです。もう1時間ぐらいでここまで来れるじゃない。ああ、ゆっくり登っても多分1時間半ここですかね。倒木がすごいですよ、俺一瞬どこが道だか分かんなかったっていうね、みたいななりましたけど、多分そこの倒木の下をくぐれたということなんじゃないかなと。本当倒木じゃなかったのかもしれないですね。パッキンもちょっとピンクテープ巻いたし、倒木じゃなかったのが倒木しちゃったっていう、倒れちゃったっていうことですね。自然の脅威を感じますよね。獣の足跡がすごいですよ、獣が。ここら辺はだいぶ雪で見えないんですけど、土が出ているところから見ると獣の、多分なんですけど、ちょっと私動物はあんま詳しくないんで、おそらくなんですけど、そう僕が言われたのがこういう感じです。こういうの鹿じゃないなっていう、鹿じゃないんですよ、鹿じゃない。なんかね、結構掘り返したとか熊でもないなっていう、で、仮の結論なんですけど、イノシシっぽいなと思ってます。イノシシね、怖いですね。会いたくないです、はい。今週なんかね、栃木からかでスーパーにイノシシが入ってきてみたいな、ニュースもありだしね、結構ね、人里まで降りてくる。もういますから、ね、会わないようにちょっと慎重に行きたいなと思います。はい、ね、さっきね、奇岩のお話しましたけど、まあ、傷のバレるとね、さっきの奇岩は根もなき奇岩だったということで、全然ね、
そのまま素通りして、まあ、思いは展望台まで来てない。特に山崎岩だった。さすがね、山崎さんって、なんか、時間が多いですね。騙されましたね。遭難になるんだなっていう怖さですよね。地形が見づらいんで、雪が乗ってる時期は気をつけていってほしいですね。見わすかにかね、白い綺麗な山、ちょっと今気を落とそうとしてるんです。ものすごく綺麗に映ってますね。多分ね、上の方行ったらもっと綺麗に見えます。楽しみですけどね。全然ガトーショコラってよく言われますけど、ほぼ均等みたいな、ショコラ要素があんまないっていう感じですね。いっぱい水、へー、はあ、いっぱい口にしたことからこの地をいっぱい水と名付けた。そういうことです。これですね、いっぱい水。ああ、なるほど。すごいプラスチックのパイプ見えてますけど大丈夫ですかね。ちょっと降りて飲むのは怖いな。地形ですね、これね。落ちたらなんかこう水降りて命を失うみたいな地形になってますので、ご注意ください、水好きの方。どんどん登っていきたいと思います。今ね、とっても岩のすぐ手前ぐらいまで来てますね。これになると急に雪が増えて、日当たりいいんですけど、雪がだいぶ増えてきて、今ね、踏み抜いて膝ぐらいまで水掘りましたね。この看板、なんかぐらいだともうなんかもうきっちりしてるんですよ。こういう200メーターぐらいになると、ああいう感じの渋い看板が置いてある。結構深いんですよこれね。まあ、これまだ浅いから、結構ね、雪原って感じですね。今標高が1300メーターぐらいですかね。まあまあ降るでしょうね。ちょっと行ったら多分友岩、これが多分いわゆるあの友岩のこの第一部分のだと思うんですけど、テーブル部分だと思うんですけど、だいぶ風も強くなってきて、多分温度が下がったんですけど、急にね、ゴーグル落ちましたね。崖もここ歩きづらい、ゾウゾウ行きますね。崖覗くな、覗きません。これいいよ、何？あずまやじゃないのそれ。馬小屋？馬？山小屋？気持ちがいい。あずまやでしょ。休憩所だよ、休憩所。わあ、でも景色めっちゃいい。
小屋になってんの。ここあったかそうな。クレヨンしんちゃんのね、作者の宇津木先生が転落されたときにここだったっていうふうに記憶してますけど、いやでも確かにすごい風も強いし、あっちの崖のところは景色もなくて風も強いんで、もうやばいですね。突風でも吹いたら落ちますよね、崖にいるときに。ちょっとね、私はね、チキンなんで1メートルよりこっち側、奥には崖より1メートル以上は近づけなかったですけど、皆さんもお役になるときは全然ね、策とかもないんで、もうただ落ちていくみたいな感じになってるんで、本当に気をつけてください。特にね、帽子をが飛んで取りそうになってバランス崩してとかね、そういうのが全然起こりうる場所なんで、本当に気をつけてください。というわけでね、もう荒船山のどもいは越えて山頂を目指します。山頂どこだ。はい、今ね、友岩から山頂ですね、荒船山の山頂に向かってというところです。本当に、ね、平坦でね、友岩が1320とか30とかそれぐらいなんですけど、標高は一番背の高いところで1420だったかな、だったので、まあ、100m ぐらいしか登らないということで、もうとりあえずずっとね、一応まあ、両辺歩きみたいな感じの道なんですけどね、全然アップダウンなくて、本当のテーブルマウンテンっていう、下から見たまんまですね、アップダウンもなく、ひたすら、まあ、少しずつ登ってるんだと思うんですけど、ひたすらね、進んでいくといった感じで、今は来てますね。ウィキペディアで事前にちょっと調べたんですけど、荒船山の成り立ちみたいなのがありまして、隆起してこういうなんか古の形になったんじゃなくて、なんか大きいね、なんかなだらかな山だったらしいんですけど、もともとこうね、風とかね、雨とかでこう削られてって硬い部分だけが残った結果、上の方がこう平坦な感じになって、下の方は映像でね、まあ、削り落ちて崖になったという感じらしいです。だから硬い岩の部分だけが残ってこういう形になったというような話だそうです、ね、それでね、まあ、なんかすごい面白い形してるなという感じですね。普段のアプリを今見て今進んでるんですけど、荒船山っていう山がね、2つあるんで気をつけてください。一応ね、私は登るとね、山っぷってなんかすごい山っぷってね、バッチって設定されてて、そのバッチのね、項目に該当する山に登るとバッチが獲得できるっていう、バッチ集めっていうのをね、やれてる方多いかなと思うんですけれども、それでね、荒船山日本200名山のね、バッチ獲得山になりますんで、まあね、せっかくここまで来たからね、バッチを持って帰りたいというところで、手前のね、荒船山で降りたら多分満足して降りたら多分取れないんで、奥の山は標高高いんですけど、1420m、奥の荒船山の方に登っていきたいと思います、ね、さっき言ってた手前側のね、荒船山気づいたら通り過ぎてましたね。ちょっとどこがそうなんだかわからないんですけど、まあ逆に言うとあんまり引き返すことはないなっていう感じですね。で今ね、登ってるこの斜面、これがね、斜面ですね。一応ね、70m ぐらい登る感じになって、急斜面にはなってますね。ああ、書いてある。
駐車場ね、気に取る道は、仮装していく道じゃなかったので、すぐ帰るしかないんですけど、すごいですね、俺ね、急斜面がね、持ってきた。ちょっと木の奥に見えるのがさっきね登った、奥側の荒船山ですね。でここら辺がねちょっと小高くなってるんですけど、ねポテチは全然ほとんど分かんないぐらいなんですけど、ここは山歩場での地図上でいうところの手前の荒船山なんですけど、まあここで泊まることはほぼないですね。確かに高くても、ね、何もないんでね、まあ普通にこう気づいたら通り過ぎてますっていう感じだと思います、ね、これ結構雪深いんでね、軽装で来る方は気をつけてください。結構ね積もってますよね。石碑が立っているということですね。これか、枯れ木に見える一瞬。おお。うう。ああでも確かにここでなのかわからないみたいな道です、ね、そんなんない。舐めてて滑落したら、舐めてはないけど滑落したらちょっと目も当てられないんで、ちょっとこんな感じで道路は道中は危険なんでね、気をつけて進んでいただきたいと思います。やばいねこれ、うわこれって降りるよこれ。うわーここね、さっききつかったところ、これよいしょ、よいしょ、よいしょ。今ね、左手にね、腕にこう、GoPro マイク撮ってますんで、ちょっとこう、少し、臨場感出てるから、わかんないんですけど、初めての試みなんで、臨場感出てればいいですけど、場合によっては全然見えないみたいなのも、あるかもしれないですけど、ご容赦ください。よし。ね、前全然わかんなかったんですけど、このね、奥のね、もっこりしたところが、あれね、あれが山頂だったってことですね。あそこからまぐるーっと回って、ぐるーっと来て、こういう感じですね。だいぶね、暖かくなってきたんで、地面がね、さっきまで掘ってたんですけど、べしょべしょでね、だいぶ歩きづらいですもんね。気をつけて、またちょっと違う意味で危険ですよね。気をつけていきたいと思います。さっき気になってたんですけど、なんすかね、あれね、そうにもね、ぐーっと雪が荷物がなんかね、ぐるーっと面白いですね、あれね。今ね、ライブ下の方まで降りてきました。急に迷いやすい道もあるので、悪いところに油断なんのかなっていうことをね、覚えておいていただければと思います。で、ここね、序盤、かなり序盤でね、軽い気味にはしごかよみたいな気がかかるあるので、これがね、一心なのか雪が全然刺さんないですよ、チェンスパーはね。まあね、それはね、あれがあるんだ、鎖があるんで、鎖捕まってね、慎重に降りていかれた方がいいかと思います。今日の
踏むところがないので、スパイクを無理やり刺してあげてます。これも序盤の、値段で言ったら終盤の一番確信部ですかね。やばい。いや、ウソコケじゃないです。ちょっと心配してください。うわ、よいしょ、という感じでね、ここは楽しみで、あとはもう登って下ってしていたら駐車場という感じですかね。無事に駐車場帰ってきました。今11時過ぎですね。お疲れ様でした。だいたい4時間、28年、何年前だ、最近じゃないです、最近32年から令和元年になったんだっけか。そして3年前の4年前、7年前。何十年も前とかじゃないじゃん。ね。そうだね。あんまもう古くなっちゃう。スマホ見ながら登山は禁止だって。危ないからね、近くには止まってみる。そういう意味か。気をつけてくださいね、皆さん。あなたも。ネギでも食って帰ります。はい、道の駅で、カツ丼と、カツ丼なのに卵を閉じてないんだよみたいな、そこの違和感に気づかなかった。焼き鳥と味噌おでん食べました。買いました。